デジタルノマドビザはまだ新しくて IT ワーカーが来てほしい対象ですけど、所得税 0%、うん、そう、税金もタダなんですよ。そこはね楽です。デジタルノマドが増えすぎちゃってて、カフェがいっぱいで現地の人がカフェ座れねえよって言って問題になってるところが、日本脱出会議6回目ですかね。6回目やった、はい、ということで、はい、今日のテーマなんですけども、ノマドビザ募集ということで、はい、海外でですね、ノマドのフリーランスとしての働き方というのがメインだと思うんですけど、まあ、そういった形でビザを取れる国を教えていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、このノマドビザってものすごい増えてるんですよ今。全部で55、56あるかな、毎日増えてるっていう状態で、結構新しく参入する国が増えてて、まあ、辞める国ももちろんあるんですけど、もともとはエストニアが2020年にコロナでお客さんが激減して収入が落ちちゃったんで、観光の収入が、うちに来て仕事したらどうっていうので導入したっていうのが、まあ、一番最初の経緯で、もうコロナ終わったにもかかわらずどんどん増えてるって感じで、まあ、ノマドビザっていうのは基本的にほら、観光で行ったら普通の国に就労するのって難しいじゃない。で、就労はその国にとってみたらあんまりメリットがないんですよ。なぜなら就労されるとそこの仕事を奪っちゃうから。でもデジタルノマドだと、その就労したとしても外の国の仕事を大体みんなやってるので、その国にとってデメリットがあんまりない。その代わりそこへ住んでくれて、税金を納めてくれて、しかも家賃払ってくれて、でいいことがいっぱいあるから、そのためにやってるという国がすごく多くて、あんまりデメリットがその国にとっては少ないビザなんですね。ウィンウィンで、ノマドワーカーにとっても好きなとこへ住めるんで、それで誘致合戦みたいな、まあ、状態になってます。基本的にはまあどういうことかっていうと、ノマドワーカーにとってみたら観光で行ける国もあるんだけど、観光で行くっていうのはまあ3ヶ月だったり30日だったり、期間が決まってますよね。大体そこにきちんと住んで仕事をするというよりは、観光客として行ってちょろっと仕事をして、どんどん国を移っていかなきゃいけないっていうのがあるんですが、デジタルノマドビザを取るとずっとそこに滞在することができるっていう、そういうビザなんです。ただデジタルノマドビザはもちろん期限があって、だいたい1年から2年で、長くても5年ぐらいですかね。で、海外に行きたいと思っている人で、なかなかそのビザを取るのが難しいなというところで、うん、それ、まあ、取りやすいビザということで、うんうん、あるんですけど、まあ、例えば日本からその現地どこかの国に行ったら、日本の人相手に働いてる人がやっぱり多いんですかね。まあ、日本人はあんまり使ってる人はいないと思うんだけど、でも僕の例えばトルコ人の友達なんかに聞くと、今度デジタルノマドビザを使って南米に行きたいんだとか、メキシコへ住みたいんだとかっていう人結構いるので、先進国じゃない国の人も結構使ってる。例えばインドから外へ出たいワーカーの人で、 IT はすごくできて結構稼いでるけど、インドのパスポート持ってるからどこにもなかなか行くのが大変でとかって、そういう人もよく使ってるはずです。はい、じゃああんまり日本人は逆に知らない人の方が多くて、あんまり活用できてないみたいな感じなんですね。うん、まだ日本ってさ、やっぱりコロナが終わったのがすごく遅かったので、外へ出てくのもみんな結構躊躇してて遅くなったので、日本人ではあんまりまだこのデジタルノマドビザを使って行ってるって人はあんまりいないかもしれない。いいこととしては、まあ現地で銀行口座が作りやすいっていうのと、住んでる人じゃないと作らせてくれないってとこ結構あるじゃないですか、他の外国で。だからそれができるっていうのと、まああとは運転免許証が取りやすい、その国で書き換えができたりなんかすることもあるし、国によっては永住権につながって将来永住権取れるっていう国もある。例えばメキシコとか、あとはノルウェーとかポルトガルとかなんだけど、そういう風になることもある。だいたい最低月収がだいたい決まってて、それが結構ねばらつきが国によってあるんですよ。で、安いとこは全くありませんよってとこもあるし、高いとこだと月に120-130万円稼いでないと入れませんよっていう、そういう国もあります。大前提、もうすでに何か、うん、ノマド的な働き方で収入がある人じゃないといけないのか、うん、それともこれからでもいいのかっていうと、なんかざっくりどうなんですか、その辺り。最低月収が決まってる国は、はい、がほとんどなんですけど、その最低月収が決まってる国は今働いて証明を見せろって言われるんで、証明を見せないと行かれないです。はい、で、あとは例えば
IT ワーカーだったら、その適格性、要は、本当に IT ワーカーなのか、なんか証明書を出せよとか、今まで作ったその作品を出せよとか、そういうどんなことやってんのかをきちんと出さなきゃいけないっていうのもありますし、だから最低月収がない国であれば、例えば銀行貯金の残高を見せるだけで毎月いくらっていうのはもう求められないで、そういう国だったら新しく行くことはできます。ただ国としてはとっても少ないです、そういう国は。じゃあすでにやっぱりやってる人の方が割と使いやすいビザという前提でですね、はい、そうですね。これなんか条件とかでも国によって全然違うと思うので、なんかより見ていただいてる方が使いやすいビザとかの方が紹介した方がいいのかなと思うんですけど、タリさんの中でそういったものはあったりされますか？まあそれ人によって全くどこへ行きたいか、暖かいとこ行きたいのか寒い方に行きたいのか全然違うんですが、基本的に大きな違いとしては税金取る国と取らない国があるっていう、ここがまず一番大きいところですよね。要はそこに行って稼いでも半分取られちゃうのか、それとも全額持ってていいよっていうのか、全くもう税金に関しては何感知しませんよっていう国もあるし、そこが違いとして大きいかなという気がします。で、税金払わない国はカリブ海に多いです。例えばアンティグア・バーブーダ、バルバドス、バミューダ、もう聞いたことないです、聞いたことないですか？まあ、キュラソーとか、キュラソー、そういうとこはもう税金いらないですね。ただ今回面白いのは、このデジタルノマドビザに限ってヨーロッパの国も無税にしようっていう国が結構あるんですよ、まあ、結構というかちょっとですけど、例えばギリシャとかクロアチアもそうかな、それ無税でいられますよって。まあ1年なんですけど。何カ国行ってもいいんですか、そのビザを取れたら？ビザを取れればその国ごとのビザなので、デジタルノマドビザ世界中で1個出してるってわけじゃなくて国ごとなので何個でも行っていいんだけど、結構手続きがやっぱり1個あたりが結構大変なので、ちょっと行って住むためにやろうっていうにはあんまり向かないかなっていう気がします。じゃあもう本格的に移住するっていう前提の方が、まあ1年から2年から、まあ、長くて3年ぐらい行ってるぐらいの感じで行きたければ、はい、まあ取るといいかなって気がします。じゃあなんか場合によってはその同時、ちょっと大変かもしれないですけど、同時進行でいろんな国やって、うん、通ったところに行ってのも可能ではあるけど、うん、ちょっと大変っていう感じ。まあ大変ですね、まあ、できたら弁護士必要ですしね、これちょっとアプライするのに、申請するのに、だから数千ドルはかかる。で、まあ安い国は数十ドルでできるんだけど、まあ、数千ドルかかる国も中にはありますね。10万20万円はやっぱりビザ取るのにかかるなっていう感じはします。例えば IT スキルだったらどういうスキルを持っていればそれが通るのかっていうところも知りたいかなと思うんですけど、あんまりね IT スキル自体はそこまでその国の審査で見てないと思うんですよ、はい、その審査官が IT にあんまり詳しいわけじゃないので、ビザの審査官が。なのでどっちかというと毎月の収入がどれだけあってその国に迷惑をかけないかっていう、そこを基本的に見てるので、その収入制限のところを結構見てるはずです、そのスキルというよりは。まあ大体例えばウェブデザイナーで毎月30万円もらってますと、それであればその30万円ぐらい毎月入ってきてるやつを出すとか、そういうことになりますよね。なんかそういうそのデジタルノマドビザを取るためになんかいろんな国のその条件とかが載ってるようなサイトとか情報がまとまってるものってなんかあったりするんですかね？まとまってるサイトね、まあ、あるんだけど毎日のようにこう新しいのがどんどん増えてきて変わってるから、できることであればその国の直接 の、 その外務省なりのページに行って見てもらった方が多分いいと思います。コロナが終わってる国なんてのもあるんですよ、カリブの方行くとノマドビザが。だから更新されてないこと多くて。何かどこか国をちょっと具体的に見ていきますか、うん、見ていきましょうか。クロアチアはいいかもしれないですね、はい、ヨーロッパの中ではクロアチアのノマドビザがすごくいいって言われてて、クロアチアってすごい綺麗なアドリア海に面した国なんだけど、うん、イタリアの隣この海を挟んで隣のクロアチアのデジタルノマドビザっていうのがすごく魅力的ですね、ヨーロッパに行くんであれば。条件書いてますか、クロアチア居住者の平均月収の少なくとも 2.5 倍の資金、うん、それはいくらなんだ、これですかね、月額約 36.7 万円、うん、ヨーロッパだとやっぱりそれぐらいはしちゃいますかね、どっちにしても。でもこの残高があればいけるってことだったら、うん、なんかハードルは全然高くない
ですかね。毎月じゃない？月額じゃない？毎月だったら結構ハードル高いかもしれないです、うん、ヨーロッパのそのデジタルノマドビザは結構こうハードルが高いんで、うん、なぜならユーロでやってて結構日本円にすると高くなっちゃうんですよね。あとヨーロッパで有名なのはポルトガルのデジタルノマドビザ、それに去年の10月ぐらいから始まってるんですが、ここも多分ね同じぐらいのあれが必要だったはずですよ。デジタルノマドビザ、あこれですかね、月2500ユーロぐらいだった気がするんですよね。確か月2800ユーロ以上。でもこれ結構ですよね、うん、だいたいヨーロッパの国はね3000ユーロ弱ぐらいのところが多いですね、うんうん、マルタなんかもそうですし、でハンガリーが少しだけ安くて2000ユーロだからそれでも30万円弱ぐらいしますかね。30万円から40万円ぐらいの月給をフリーランスで出ている、うんうん、そうそうそうということになりますよね。あとね今問題になってる国があって、デジタルノマドが増えすぎちゃってて、ちょっとカフェがいっぱいで現地の人がカフェ座れねえよって言って問題になってるところがバルセロナで、スペインのデジタルノマドビザってのを今年かな、今年の初めぐらいから出し始めたんですよ、はい、でもスペインだからってバルセロナに行く必要はないので、他のとこ行ったら多分いいとこいっぱいあるので、月額最低1050ユーロの2倍、うんうん、2000ユーロぐらいかな、いや同じぐらい30万円、うん、ヨーロッパの人がヨーロッパに行くってのはそこまでハードル高くないですよね、うん、そうだね。そう、EU の人は EU 内で働くのはそんなに難しくないですね。逆にその全く収入がない状態でビザが使えたらすごく選択肢になってくると思うんですけど、うん、それはもうヨーロッパの中じゃなくて外側の国にその収入制限がなくても出してくれるところがあります。例えばどこがいいかな、セイシェルとか。セイシェル、だいたい島国が多いんですけど、ただ物価が結構高いのでセイシェルって生活費はちょっと上がっちゃうかもしれないですね。すごい綺麗なセイシェルの綺麗なとこですよ。ワーケーションプログラム、あ所得税 0%、うん、そう、税金もただなんですよ。そこはね楽ですね。まあインド洋に浮かぶ島国なんですけど、モルジブの近くといえば分かるかな、インカム制限書いてないでしょ、その収入制限が。あとはアンギラがそうかな、アンギラ、これはカリブ海の島です。行って住むっていうことをやってる方はいるんですか、うん、日本人はまず ほぼまだいないんじゃないかな、これ使ってる人だから新しいですよまだ。実際このプログラムがみんなできて2年、はい、1年2年しかみんな経ってないのでまだみんな知らないんですよね、うん、あること自体を。今調べた2つ、多分ノマドビザ、うん、3つぐらい結構載ってたので、このサイトは、うん、いいですね、使えますね。これ今更新も2023年の更新なので、うん、結構使いやすいかもしれない、うん、要件がリモートワーカーであるとめちゃくちゃざっくり、うん、そうでしょう。あとね、あったあった、あもっといいとこがあった、ブラジル。ブラジル、ブラジルはでもただねあれ収入証明じゃなくて銀行口座に200万円ぐらいないといけなかったかもしれない。でもそれだけです確か。月収が1500US ドル、うん、または口座に1万8000ドルということで、まあ、うん、さっきの話ですね、うん、あとどこだ、バミューダとか、バミューダトライアングルのバミューダ、僕この間行ったんだけど、やっぱりデジタルノマドビザを出してて、はい、確か収入制限なかったと思うな。特にここに行きたいっていうのがあんまなければそういうところは全然選択肢に入ってきますね、うん、18歳以上であること、うん、なんて書いてありますか、旅行保険に加入してること、はい、収入額は不明、うん、収入額ねないんですよ確かバミューダは。うん、あとどこがあるかな、あそこに行く人なんかいないだろうけど、カボベルデとか。カボベルデ、カボベルデ、うん、カボベルデってねちっちゃい国がね、あの大西洋に浮かんでてカナリア諸島の南側なんですけど、そこにやっぱりデジタルノマドビザを最近出し始めて、はい、ヨーロッパの西の海の方ですね、うん、いやまとまってる。カボベルデはさすがに乗ってないかまだ、あ乗ってた、ケーポベルデって乗った、カーボベルデ乗ってた、1500ユーロ以上の証明、ここもでも確かなかったはずだな、また作ったのかもしれない。日本人であるとそのデジタルノマドビザを取らなくても、はい、長くステイできる国っていうのが、例えば観光ビザで長くステイできる国っていうのが比較的あるんですよ。まあでも1年っていうとこはあんまりなくて、1年住める国は2つぐらいかな今、ジョージアとあと北極のスバルバル諸島の2つなんですけど、はい、それ以外にでも半年住めるとこって結構あるんですよ。半年住めるとこ知ってますか？半年
いや、わからないですね。ジョージアが長いことしかちょっと知らなかったですが。うん、ジョージアはだいたい1年ぐらいその観光ビザでいられるんだけど、半年いられるとこは、まず日本と条約を結んでるメキシコ。やっぱり昔の条約は今も生きてるんですよ。だから半年いられるようになってて、はい、それからやっぱり昔の条約でオーストリア、これヨーロッパですよね。で、ヨーロッパはオーストリアだけ宣言に入ってるんですけど、日本人はそこの、はい、オーストリアにだけ半年いられるっていう、そういう決まりになってて、ただ、まあ、他の国もあると思うんだけど、でも他のその宣言の他の国に行っちゃうと3ヶ月までなんだけど、90日までなんだけど、オーストリアにずっと滞在してるのであれば半年いられるっていう特別な条件になってるんですね。で、それからあとよくあるのはイギリス。イギリスも半年いられます、観光ビザで。それからアルメニア、これはジョージアの隣の国ですけど、アルメニアも半年いられます。オランダってどうでしたっけ？オランダはね、フリーランスのビザ比較的簡単に取れます。50万円、5000ユーロぐらいかな、確か。そのデポジットして、弁護士に払わなきゃいけないんですけど、あと銀行口座に貯めとかなきゃいけないっていうのはあるんですけど、オランダも比較的行きやすい国です。デジタルノマドビザではないですけど、フリーランスビザとしては行かれます。あとは南米だとペルーとか半年いられますね。ペルー、あとコロンビア、ドミニカ、南米だと。フリーランスビザっていうのとデジタルノマドビザの違いっていうのは何なんでしょうか？うん、デジタルノマドビザとフリーランスビザの違いは対象としてる人たちが違います。デジタルノマドビザはまだ新しくて、そのデジタルノマドの人たちをターゲットにしてるので、はい、IT ワーカーが来てほしい対象ですけど、フリーランスのビザは自営業をやるような人たちのためのビザで、要は自分でお店作りたいとか、自分でなんかコンサルティングの業務をやりたいとか、ビジネス全般でそれを受けてくれるんで、確かに日本とアメリカだけじゃないかな、オランダがそれを受けてくれてるのは。確かあとね、カナダも半年いられたはずです、日本人は。ただ就労を現地でできるかっていうとまた別問題なので、あんまりその就労やってると怒られちゃうかもしれないですね。じゃあ日本脱出っていう観点で言うと、今何か日本ですでにフリーランスで30万円から40万円ぐらい稼いでる人だったらヨーロッパの選択肢が出てきて、そうですね、やってなかったらそういうちょっと島国というか、皆さんが知らないようなところだったら挑戦できるということなので、なんかそういった選択肢もありですよね。まあ、今までなんか有名なそのいいところばっかりしか行けないのかなと思ってましたけど、あとは東南アジアに行くって言ってもありますよね。東南アジアもあるんですか？東南アジアあるんですけど、結構ハードルが高い国が多くて、デジタルノマドビザを出してる国で、なので例えばインドネシアなんかだと14万ドルぐらい、2000万円近く必要だっていう。東南アジアじゃないけど台湾なんかも出してるんですけど、デジタルノマドビザがあって、それもやっぱり100万円以上稼いでなきゃいけないみたいな、すっごい高い。お、何かインドネシアの、だから多分違うビザでを取っていった方が、インドネシアなんかの場合はこのデジタルノマドビザを使うよりはいいんじゃないでしょうかね。今バリ島ですごいロシア人がめちゃくちゃ増えてるのはそのせいで、要はロシア人みんなそのバリ島のビザを取るのが簡単だから、それでどんどんステイしてて今問題になってるんですよ。なんでヨーロッパに多いんですかね、そういうデジタルノマドビザが。やっぱりそのヨーロッパの経済自体があんまりうまくいってないというのがあるのと、高齢化しちゃってんですよ、結構人口的に。そのヨーロッパって日本の後を継いで高齢化がどんどん進んでるようなところで、はい、中の産業をもうちょっと活性化させたいっていうのがあるのと、できるだけいい国の方へブレインドレインでどんどん出てっちゃってる、その頭のいい人材が。例えばクロアチアの人たちはドイツになんかみんな行きたがる、ブルガリアの人たちもドイツへ行きたがる、イギリスへ行きたがる、フランスへ行きたがるって言って、収入が高い国へ高い国へってどんどんその IT ワーカーの人たちが出てっちゃってるんですけど、それをやっぱり戻すために必要だっていうのと、それからあと不動産が結構余ってるから、その不動産を埋めたいっていう需要もあるんですよね。不動産買ってくれたり、将来的にそのワーカーに買ってもらったり、ずっと借りてもらったりで、不動産を借りることによって活性化するんで、経済がで現地の人のメリットになるんで、借りる人が多いってことは。であとはレストランなんかにも彼らは行くだろうし、だからこの最低収入を結構決めて、ある程度のお金持ってる人しか来れませんよって、貧乏人のリモートワーカーは来れませんよっていう風にして制限をかけてるところが多いです、ね。ここから始めたい人とかはどちらかというと観光ビザとか、あとジョージアとかだったら現地でフリーランスになりやすいところもあると思うので、なんか
ところから始めて、ある程度収入増やしたらちょっとステップアップみたいな形で、そうですね。ただ実際のことを言うと、行ったはいいけど生活費高いですから、生活費で参っちゃうはず。きっとミニマムをやっぱり満たすぐらいの収入がないと生活するの結構大変だと思うよ。そのやっぱりヨーロッパなんかは物価が高いから、はい、家賃も高いし物価も高いし生活するのも大変だし、そうなっちゃうんで、だからヨーロッパ以外の国で行ったらそんなに高くないはずですね。例えばアルバニアとかアルメニアとかメキシコとかブラジルもそうかもしれない。でヨーロッパ行くんだったらね、僕は一つおすすめがあって、おすすめは北マケドニア。確かねデジタルノマドビザ出してたと思うんですよ。北マケドニア、うん、北マケドニアはこのオリーブ園がすごい広がってて、ワイン畑なんかも広がってて、すごいこの地中海性気候でいいとこなんですけど、最近やっぱり外国人をだんだん誘致するようになってて、まあ国自体はそこまで裕福な国ではないんですけど、過ごしやすいです。で物価がものすごくヨーロッパなのに安いので、あの下手するとスイスの10分の1ぐらいになる場合もある、ものによっては食べ物とかで。ヨーロッパまですぐ近いので LCC 乗ってヨーロッパに観光に行って遊びに行ったりなんてこともできるし、まだ宣言条約に入ってないんで90日っていう制限、はい、そこだけですし、北マケドニアでデジタル遊牧民として働くメリット。あ、申請する、大使館に対応権、要件が下にあります、ね、この北マケドニアがすごくあのおすすめです。ヨーロッパの中では物価が とにかく安いので。位置としてはどこにある国なんですか？位置としてはギリシャの1個上です。1個北側にあります。はい、もうほぼヨーロッパですよね、うん、ほぼヨーロッパ、うん、あとはねアルバニア、その隣なんですけど、はい、アルバニアも確かデジタルノマドビザを最近出してるので、そのアルバニア、ま、北マケドニアっていうのはすごく生活はしやすいと思います。物価も比較的かなり安いです。ヨーロッパの向こうの西側の物価に比べると安全ですし、比較的完全にヨーロッパですね。イタリアの目の前だから、だからあんまりそのヨーロッパの物価が高いなとか、その最低収入が満たせないなっていう場合はそっちに行くと比較的いいかもしれないですね、うん、アルバニア、北マケドニア、コソボとかもそうだと思うんですけど、うん、なんか物価がこう安かったりとか、はい、経済がこれから伸びていくだったりとかっていうのは、うん、この地域に固まってるのは何か理由があるんですかね。これもともとユーゴスラビアって国で、90年代までユーゴスラビアで、その後戦争になったんですよ。クロアチアも戦争になったし、ボスニアも戦争になったし、コソボももちろん戦争になったしっていう、まあ、マケドニア自体は戦争にはなってないです、そのまま独立したんですが、もともとここは一つの国だったんですよ。でそれがみんな分かれて、アルバニアはちょっと違うんだけど、みんな分かれて共産主義が民主主義にこう切り替わって、それで今新しくやっていこうっていうので、開発が非常にヨーロッパの中では遅れてるエリアなんですよね。それが原因で今どんどんキャッチアップしてこう、西側にキャッチアップしてこうっていうので、将来的には EU にみんな入りたいと思ってる。でもまだ収入的にもそこまで高くないし、法律的にもヨーロッパ並みに整備されてる国がないので、まだ比較的遅れてる感じはします。ただ遅れてるから悪いかっていうと、やっぱり教育水準もそれなりに高いし、生活水準も結構高いので、はい、住みやすいは住みやすいです。ちょっとこれから来るじゃないですけど、伸びてくる可能性が高いみたいなところです、ね、そうですね。なるほどです、ね、少しずつ取り組まれて、もうクロアチアなんかはもう今年から EU 使う、あのユーロ使うようになってますし、物価もだんだん上がっていくはずです。だんだん少しずつだけど、どれぐらいでも物価が安いかっていうと、タイより安いんじゃないかな今。相当安いです、うん、それぐらい安いですよ、やっぱり。北マケドニアとコソボと、まあ、アルバニアはまあ一部ですけど、ここだけが穴場になってますね。タイツはそういうこの時代の流れとかもやっぱり見ながら、ここはこれから発展するだろうなっていうところもやっぱ見ながら移動されたりとか、両方そうですね。やっぱり発展するところにこうビジネスをやると、そこでビジネスうまくいきやすいじゃないですか、どっちかっていうと。例えば戦後の東京の土地を買っていたら、30年40年経った後にはバブルが来るわけで、何十倍、下手すると何百倍まで上がるかもしれないっていう、はい、そういう可能性があるわけで、だから可能性を見るとやっぱりこう発展してる国がいいですよね。で発展してる国っていうのはどういう国かっていうと、戦争が終わった後とか、あと人が大量に流入してくる、はい、
人の流れが移民がどんどん来るとか、それから子供が多い、要は平均年齢が若い、例えばインドネシアとかフィリピンとかみたいに、はい、まだ平均年齢が下で若い、すると若い人たちはこれから家を買うし車を買うしテレビを買うしって言っていろんなものが売れるからそこで発展する。で家一軒売れると家具も売れるし、もう冷蔵庫も売れるしストーブも売れるし、みんな全部売れるわけじゃない、はい、だから若い人たちがいるところは良かったりとか、あとは法律が変わったというようなところ、例えば前のマカオみたいにカジノをどんどん入れますよとか、そういった法律が変わってるところとか、そういうところは比較的伸びやすい、もう伸びるのが確約されてるような状態なので移住すると面白いですよね、とっても、うん、なんかその伸びてこないところってないんですか、これから伸びるだろうって予想はされてるけど結局伸びなかったみたいな、そういうところってあるんですか。伸びるだろうって予測されてるけど伸びなかったところは、途中で例えばスリランカみたいに途中でまた戦争が起きたりとか、途中でテロが起きたりとか、また破産しちゃったりとか、例えばスリランカなんか一回戦争が終わってこの後伸びるだろうって言われてて実際伸びたんだけども、でも途中でやっぱり中国のお金と中国に頼りすぎたっていうのがあって一回破産なんかして少し停滞しちゃったりなんかして、あとは爆弾 のテロがあったりなんかするんで、はい、そうやって停滞しちゃうってとこももちろんありますよ、その思ったより伸びなかったっていうのね。そこの、まあ、見極めはさすがに難しいとは思いますけど、うん、それが両方そこ伸びるところ、まあ、伸びていくところも、でも見極めそんなに難しくないですよ。なぜなら人口が増えてるというのはもう覆しようのないような事実だから、はい、例えば今インドネシアに行けばもういろんなものがどんどん売れてて、どんなどんどんインフラができてて、もうどんどんいろんなものが売れてくっていう、もうアパートも売れるし家も売れるし、でどんどんイオンがどんどんできてくし、もうみんなの水準がどんどん上がってくって、日本の昭和の高度経済成長のような状態にあるんで、最初バイク買ってた人が今度車買うようになって、はい、うちにちっちゃいテレビがあった人が大きいテレビ買うようになって、ちっちゃいうち持ってた人が大きいうち持つようになってっていう、でどんどんミリオネアが増産されていくっていう、そういうプロセスなんで見てると面白いですよね。そこで、うん、そういうところはビザはまだ条件が低かったりとか人は受け入れますよっていう状況だったりするから、うん、なお住みやすいしチャンスもあって、そうですね、まだビザ緩いとこが多いですね。このデジタルノマドビザを使わなくても別のビザが結構用意されてることが多いので、そっちを使ってもいいかもしれないですね。ただだんだんこのハードルは上がってってることは確かですね。例えばマレーシアの MM2H マイホームプログラムっていうんですけど、マイセカンドホームプログラムっていうんですけど、そのプログラムなんかは今までは1000万円台とかで良かったのが今もう3000万円4000万ないと入れてくれないようになってるし、だんだん値段が上がってきてますよね。東南アジアもこれみんな使ってよく昔は言ってたんですけど、中国人があんまり増えすぎちゃって、結局中国人との競争じゃないですかこういうのって、うん、はい、だから中国人の金持ちがどんどんここへ押し寄せていくと、マレーシア政府としてももうこれ以上来ないでくれっていうような感じになって、うん、条件が上がっちゃうっていう、できればその条件が上がる前に済んじゃうっていうのが、うん、そうですね。だからできるだけ早く行動した方がいいんですね、はい、こういうのは。いや、ますます日本国内にとどまっていてはいけないですね、これは。そうですね、まあ、脱出チャンネルをやってる意味がそこにあるんだと僕は思うけども。そうですね、うん、人口減ってますしね、日本なんてもはや。そう、人口の減ってる国はやっぱり伸びないですよね、なかなか。まあロシアなんかにしてもそうだけども、ロシアも人口がすごい勢いで減ってるし、ブルガリアなんかにしてもそうだけど、やっぱり減ってるし、すごいスピードで。人口が減ってるとなると、こう経済を回復しようと思ったら、うん、まあ、もちろん国内で何とかするのもありますけど、やっぱり海外から人が来てそこで労働力がどうなって経済回復していくみたいなことしかないんですかね、うん、人を呼ぶっていう。それも2種類あって、やっぱり外から入れるっていうイギリス型みたいな、イギリスはもうどんどん外から人を入れた結果、もうこれ以上来ないでくれっていうんで EU からもう脱退したぐらい、うん、それぐらいのインパクトがあるぐらいのその移民政策を今まで取ってて、はい、要はポーランドとかあっちの安い国からみんな EU だと、同じ EU 内だったんで、どんどん人が来ちゃうんですよ。そうするとイギリス人の仕事がみんな奪われちゃって、でもこれ以上移民が増えてどうすんだよって言って、犯罪も増えた
し、それでもう EU なんかとやってらんねえよっていうんで外に出てったと思うんだけども、はい、人口の9割ぐらいが外国人です。現地の国民は 10% しかいません。それで成功してる国もある。シンガポールなんかもそうです。シンガポールなんかも結構収入制限をかけて外国人をどんどん入れて、はい、シンガポール人になってくださいって言って国籍をどんどん出す、うん、で現地のその前の国籍はもうやめてシンガポール国籍で生きていきましょうよっていう、そうやってやってる国で、だからそれも成功してる失敗してるがあるんですけど、それが一つの方法、移民を入れるっていう方法。もう一つは現地の人の子供を増やすっていう方法で、これフランスなんかがよく取ってるんだけど、例えばフランスなんかあんまり結婚してないのに子供の数が増えてくっていう不思議な、こっちから見ると不思議な状態だけども、でも7割ぐらいがもう結婚しないで子供を産んでるんですよ。でもじゃあどうして増えてくかっていうと、その政府の支援がものすごい手厚いんですよね。どういうふうに手厚いかっていうと、もう子供を産むとすぐにベビーシッターが来てくれて手伝ってくれる、しかも国の予算でやってくれる。それから子供を産むたびに、その人数が増えるたびに所得税の金額が落ちてくっていう、そういうやり方を、日本だと多分これ言うとタブーで、政治家なんかこれやったら多分まずいことになると思うんだけど、そういうやり方をしてるんで、子供は増やす、できるだけ増えるように増えるようにって手厚いやり方を、で移民はどっちかというとあんまり入れたくない。フランスなんかはもうたくさん入りすぎちゃってて結構困ってるんで、そのハードルをどんどん上げて、例えばそこへ住むんだったらフランス語を完全にマスターしなきゃダメですよって言って、フランス語のレベルを高く設定するとか、そういうこの国はもう移民はいりませんって言ってるとか、まあ、逆に欲しいとか、そういう情報を取ってすることも、やっぱりそのノマドビザとかを取るにあたって、あ、この国だったら歓迎してくれるとか、そういうのは見極め一つになるんだなっていうことで、そうですね。で結構ねニュースに毎日出てくるんで、その Google ニュースに英語で聞くと、今ほらみんな翻訳できるじゃない、ディープルとか、あと AI でも翻訳できるんで、そのニュースをどんどん見ていくと面白いと思います。どんどんアップデートされていくんで、50箇所今あるんですけど、それほとんどがもう2年のうちに全部できてるんで、どんどん増えていくし、また減っていく時もあるかもしれないし、それをどんどんウォッチしてると、あ、ここ行ってみたいってとこがあるかもしれないですね。はい、ということで今回デジタルノマドビザの特集をできたんですけど、50個近くですね、全部この回で紹介することはできないなということで、でもね、いいとこいっぱいあるんですよ。あのね、例えば南アフリカの隣のナミビアとか、はい、そういうとこもデジタルノマドビザを始めたんで、普段だったらちょっと行けないようなとこに行けるのがこのデジタルノマドビザの面白いとこだと思うんで、それうまく使ってもらうといいと思うんですよ。でそれで50いくつ全部まとめたのがあるんで、それeBook で、ぜひ出してもらって、大地さんがなんかまとめたみたいな感じですか。そうざっくりまとめてるんだけど、eBook でダウンロードできるようにしますので、それでお願いします。せっかく見ていただいたんでプレゼントしましょう。ではじゃあ概要欄に貼っておきましょうか、ね、はい、そこからダウンロードしてもらって、はい、ここ行きたいわとか、はい、あっち行きたいわとか見てもらえると嬉しいです、はい、きっと皆さんが全く聞いたことない国が、たくさん出てくるんでね、はい、出てくるでしょうね。まあ一個ずつ見てもらいながら、Google マップかなんかで、はい、ぜひ実際に行ってみてよって方がいたらコメント欄に書いていただけたら、書いてもらいたい、はい、思うので、これから行くよとかですね、行ってみたよって、ここがいいよとか、最新情報持ってる人とか、もう実際に、現地にいますとか、現地の人とか、そうですね、アップデートもらえると、そうですね、ちょっと間違ってたら、もしかしたら最新情報とか変わってるかもしれないので、そこはそう結構変わってくんですよね。50何箇所もあって毎日買ってるんで、はい、ということで、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。ということで今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。また次回お楽しみに。